改めまして、リズ・ヘル・エスタでーす。鈴原ルルでーす。いや、さっき判明したんだけども、うん、睡眠の話をしてて、ルル <laughs> ちゃんがすごいショートスリーパーだって聞いて。<え>そう。あのね、全然寝なくて平気なんだよね、うん。なんか2、3時間でいいみたいな。そう。で、満足するし、<laughs> うん、むしろね、そっちの方が体調良くなるんだよね、うん。えー、寝すぎると頭ガンガン。 ちょっとねさっき話してたんですけど長時間寝て6時間以上寝るとなんかね頭が痛くなったり体がねちょっと調子悪くなったりみたいなことをねだからさっきもしかして「どっかおかしいのかもしれない」ってルルちゃんが言ってて「えっやっぱり人ではない」みたいなまたここで「人でない説」が出てしまいましたがルルちゃんはんかある 理解できないことどうだろうなぁ逆に私が理解できないんじゃなくて、うん、理解されないことは多いかも <laughs> <laughs> そっちサイドなんだねそうあの理解されない側なんだよねいつも <laughs> えだからそれわかんないわみたいな代表的なこと代表的っていう言い方もあるですけど例えばゲーム配信時間ゲームの <laughs> 時間とかリングフィットね10時間とかやっちゃったりするんだけどリングフィット10時間って、まあ、そ,そうあのねね理解されない、ね、<laughs> うんそうだねなんかそう範疇を超えてるかもしれないあれって連続で10時間とかやるものじゃないよね<う>多分ね,ね疲れないんだよ本当にさっきもなんか睡眠時間が短い話をしたけど <laughs> そう体力がめっちゃ多いのか,か,かなかな、まあでも <laughs> それも体質なのかもしれないんだけど、うん、私でのこう当たり前が、みんなにとって当たり前じゃないみたいなことは多々あるなるほどね、それは確かに他人には当たり前だけど、理解できないことかもしれないねカ <laughs> <う> <laughs> ーヌルー